はい、所沢整体院ココア院長の金勝氏です。本日も動画をご覧いただきまして本当にありがとうございます。本日も痛みで悩むあなたに風邪のアドバイスやヒントをお伝えしたいと思っております。今日は7月の28日なんですけども、なんか台風が来るって言って、今日なんかもう夕方からな、結構雨が降るみたいです。はい、ちょっと気をつけてくださいね。それは午後からセミナーに行ってきますね。はい、で今日は、まあ、クライアントさんの紹介なんですけども、ぎっくり腰って方が最近多いんですね。ぎっくり腰で、ぎっくり腰っていうのはなんかもう座るのも痛い、寝るのも痛いって言って、立ったままなんですよ。立ったまま問診票を書いてもらったりしてますので、そう、立ったままなんか治療できないかなっていうふうに考えて、あっていうのがありましたので、それをちょっと紹介したいと思います。で、まずぎっくり腰って何でなるかといったら、まあ、今までの積み重ねなんですね。積み重ねで、まあ、筋がすっごい疲れてる、体が疲れてる、筋疲労が起こって、最終的にぎっくり腰でパターンと痛くなっちゃうのですね。で、まずは立ったまま今日は劇的に改善させる方法として、まず筋疲労がありますので、ぎっくり腰の人って、体全てが硬いです。で、特に硬いのが、なんといっても、この肩なんです。肩。そう。こうね、ぎっくり腰とか腰が痛い人って、ちょっと肩触ってほしいんですけど、肩甲骨の、ね、内側にね、こう、まあ、ちょっと絵が下手なんですけど、肩甲骨がこう当たったら、この内側に指がポンって入るんです。指がポンって入るんだけど、全然入らないです。はい。硬すぎて入らない。で、ここをね、緩めてあげるだけで、かなり、劇的にも改善します。ぎっくり腰っていうのが。そう。で、ここの緩め方なんですけども、まあ、ここ、まあ、手を指折りでゴリゴリしてもいいです。結構痛いので、他、この辺のね、筋肉を使って緩めていきます。私の場合も痛いところを触らずに、やっていきますので、で、こういった上腕三頭筋、肘を伸ばす筋肉、上腕三頭筋では小腕筋っていう筋肉があるんですけど、そこを緩めていきます。そこを緩めていくと、自然とここにだんだんと指が入るようになってきて、ここはね、あ、ほぐれてきたなっていうのがわかりますので、ここを緩めます、私の場合は。そしたらなんと、座れたり、横になれたりとかするので、まあ、100% 痛みが消えるわけじゃなかったんですけども、もう座れる、立てる、立つ動作、もう何でもできました。ちょっと痛みがあったぐらいですけど。うん。なんで、100% じゃないんですけども、これだいぶ肩で変わりましたってことです。はい。まあ、痛い人はね、無理に座らせたりしなくていいと思います。座る動作もすごい痛いと思いますので、そう、一個一個、ね、やっていってあげればいいと思います。でもう全部つながってますので、はい。で、肩をほぐすだけで、まあ、腰痛、膝痛の人って、絶対肩こりがあるので、はい、その肩のほぐすだけで、かなり変わりますね。はい、これはもう、臨床経験から言えますけれど、はい。なので、まあ、今日のお伝えしたいことは、ぎっくり腰の人がいても、まあ、立ったままでも全然できますよってことです。立ったまま、まあ、筋疲労が原因なので、全身硬いです。肩、腰、背中、骨盤のあたりとか、股関節とか、膝、側関節、全部硬いので、まずは一番上の肩から攻めていきましょう。立ったままできるところ。肩から。うん。で、肩から攻めていって、こう、肩甲骨の内側に指がポンって入るような感じで緩めてあげれば、もうだいぶ劇的に改善しますので、ぜひ、参考にしてほしいと思います。はい。まず、ぎっくり腰の人っていうのは、筋疲労ですから、筋疲労。そこを勘違いしてほしいと思います。はい。よろしくお願いします。で、もし、私の動画が良かったなと思ったら、ぜひ、下の方にホームページのリンク貼ってありますので、ぜひ、ホームページのリンクもクリックしてもらって、ホームページの方をご覧になってほしいと思います。またですね、YouTube 動画登録、YouTube 登録かしてもらえれば、いつでも動画を見れますので、ぜひ、登録してほしいと思います。よろしくお願いします。はい、ではですね、本日も最後まで動画をご覧いただきまして、本当にありがとうございました。